もう50席以上は出ていると思います。このまましばらく、船は出続けると思います。どれだけ、ちょっと出るかはわからないんですが、かなりの数です。兵庫県の明石市にある、明石海峡大橋になります。これは、自動車専用道路になるので、原付では、通れません。これが通れると、四国に簡単に渡れるんですが、向こうが、四国になります。少し、向こうの方は霞がかって、見づらい状況になってます。神戸の、ハーバーランドをぐるっと回りました。埋め立て地で、ショッピングモールや、大きな、アパートなどが、たくさん建っている場所です。特に、これといって何もなかったんですが、ショッピングモールだけちょっと入ってみました。 B 神戸の、モニュメント前にやってきました。今、消防の船が、何かの訓練をしています。今から自分が行きたいのが、向こうの、ポートランドになります。ポートタワーが正面にあって、向こう側、観覧車のある方が、ハーバーランドになります。向こう、正面が、三宮駅のある方向になります。2号線から、174号線に入りますが、原付は2段階右折でした。174号線は日本で一番短い国道らしいです。神戸の、ポートアイランドの、ところに渡れました。ここまでは、特に問題なく、来れます。ポートランドという表示に従って、国道を走って来れば OK でした。ここは、市民の、公園みたいなところです。市民広場でした。神戸空港にやってきました。今ちょうど1台、飛行機が到着したところです。向こうにもう1台、飛行機が止まってるだけで、特に、何があるというわけでもないんですが、ここが一番端っこになるので、来てみました。休日ですが、車で、この空港の方に向かう人は、それほど、いませんでした。思ったより、人は少ないです。この島も、そんなに大きくないんですが、バイクでぐるっと回って帰ろうと思います。
ちょうど、飛行機が飛び立ちました。この空港側の、島なんですが、全く、建物がないところがずっと続いています。向こうの方に、エアバス車の、倉庫のようなものがあって、その向こうは、宿泊施設みたいなものが一つあるだけでした。ほとんど、空き地になってます。これが管制塔で、空港のターミナルが向こうです。今から、またあの、長い橋を渡って、ポートアイランドの方に戻って、さらに、本州側へと渡りたいと思います。帰り道が、ちょっと難しかったです。途中で、原付が、右車線、右2車線に入らないといけない、ところが出てきました。無事、入れまったのでよかったんですが、車の数が多いとちょっと焦ります。兵庫県、神戸市にある、六甲アイランドの先端の、六甲マリンパークに来ました。向こう側には、コンテナなどの、貨物が、来る港があるようです。この公園は、釣りをしている人が、何人かいます。何かが釣れたようです。結構引いてます。大物っぽいんですが、でかこれは違うんか、今ちょうど、釣れたみたいですが、かなり、時間をかけてます、上がってきました、かなりでかい、すごい、でかい。すごい。めっちゃでかい。これで飛ぶ時期ったらここに飛ぶ。プレッシャーよ、プレッシャー。大阪を、通過するところです。なかなか、やっぱり大阪は、時間がかかります。分かっていたんですが、無理やり2号線で、ずっと来ました。多分、余分に1時間ぐらい、かかってそうです。この交差点で、2号線から1号線に変わります。少し遠いですが、大阪城の、前に来ました。もう時間も遅いので、城の周りをぐるっと回って、帰ろうと思います。これは、大阪府庁になります。大阪府の庁舎です。
非常に、立派な、建物になります。